今日はね、忍者の使ったね、飛び道具についてお話ししましょうね。飛び道具にはですね、鉄砲とか、それとか手裏剣ですね、それから弓矢、それから吹き矢がありますね。前にですね、その鉄砲と、それから手裏剣についてお話ししましたから、今日は弓矢と吹き矢についてお話ししましょうね。忍者の使っていた弓は半球といいましてね、普通の弓より小さくて取り扱いが非常に便利だったんですよ。先生、今のは矢に何がついてたんですか？火薬なんですよ。それでね、敵陣に向かってですね、これを撃ってね、その燃したりですね、それから破壊したんです。これは火の矢なんですね。一名火矢と言いますけどもね。それからまたこれを合図用にね、これを打ち上げたりしたんです。忍者の使った矢で他に変わったものと言いますと？そうですね、同じようにですね、敵陣を撹乱する矢で、その爆発矢というものがあるんですよ。これは火をつけなくても当たったところで爆発するんですよ。矢が当たるとこの重りが火薬を叩く仕掛けですね。これは飛び火矢ですね。先生、相手をびっくりさせる矢で、カブラ矢とかいう大きな音のする矢がありましたね。まだ大国火矢とかですね、それから飛び火筒とかいうその大きな矢ですけどもね、それでもってその敵を驚かせるような変わった矢もありました。これはね、忍者の使った火付け道具なんですよ。で、大きな方がね、これがうちだけで、小さな方がね、銅の火なんです。そしてその中にはね、松炭とね、それから硝石が入ってるんですよ。そして火を長持ちさせたわけですね。先生、何ですかこれは？吹き矢の筒です。はあ、長いでしょう。吹き矢というのは案外強力なんですよ。これくらい長いとね、狙いは正確だし、強く吹くと直線でね、100メートルぐらい飛びますしね、はあ、2センチぐらいのね、吹き矢なら簡単に突き通しますからね。すごいですね。それからこれがその矢です。先端に針がついていて、馬の毛が仕込んであって、ここに毒液を入れて吹くと、当たった衝撃で毒液が飛び出すんです。鉄砲ですとね、大きな音がしてですね、その忍者 そのいる場所が分かっちゃうわけですね。そこで忍者はですね、その音のしないですね、吹き矢をこう打ったわけですね。そうするとその忍者がどこにいるか分からないわけです。いかにも忍者らしい武器であるということですね、吹き矢は。